お、志賀坂トンネルだ。ああ、顔面がなんか眠なあ。あれ見えない。見えない見えない。これがいいな。眠いです。やっぱり寒いと眠くなります。去年の落ち着きあたりがなんか下り眠いって言ってましたもんね。トンネル越えれば、トンネル越えれば現在さあどうだ、どうだ。おお、うつるうつる。うわ、まあ、いや水持ってきてないから大丈夫。いや、てか水は一度あるから。日が当たってるところで。もうないんじゃないですか。うん、降りちゃうと思う。てかだってもう下まで日ないじゃん。あれずっと下の道ですよ。うん。日が当たってるところがない。まあ、早く降りちゃった方がいいかな。ね、いや眠いってんならコーヒー飲みます。ああ。目が覚めるかもしれない。体温めて一回。しかしもうちょっと風が来ないところで。風が来ないところの方が良くないですか。風が来ないところの方が。大丈夫ですかね。あ、じゃあ。積極的に飲ませたいわけですね。4時か、4時か。あと30分で日が暮れますね。降りちゃう。むしろ街入ってからの方がいや、そしたらコーヒーなんてどこでも売ってる。まあ、缶コーヒーが売ってるけど、うん、それ俺が飲みましょう、飲みましょう、どうせ日が暮れるんだから。いや、じゃあ飲む。もうこっから先は標高そんな標高高いからどうってほどでもないですよね。もういいや。飲みましょう、飲みましょう。今は2回行ったから別にやる気がないわけじゃないですから。うん、こっちは高いです。すいません、朝もだいぶ時間食っちゃったんで。距離が短いから、ね、そうだね。ゆるゆるだし、途中途中で湯気下で止まってたから。
ダブダブ。水挑発さで挑発いらないっすよ、はい、このまま瀬内市まで水を持って帰ったってしょうがないですね。お、やっぱ鍋でかい。それで一杯、あ、全然、全然一気にいけんな。あ、こんなもんか。私はタンタンにも200ミリリットルいただきたく。あ、はいはい。あ、じゃあ分かります。それも飲むんだ。そう、これとあの冷え切ったご飯とでいい感じで。ちょっとした夜中の定食だぞ。これはあれですか。ね、あれです。うん、やっぱりな、これで止まって寒さが引くと眠気も引く。あの、投資するときに眠くなるってのあるとしてもそれとは関係ないですよね。こういう峠の下りで寒くて眠くなるっていうのは。ロマンですよね、ロマン。ロマン。こんにちは。コーヒーとかね。超この日ね、特別なコーヒーじゃない。てかそうだ、いつもはコーヒーが特別なコーヒー。に変わると。こういう場所で飲んで。あ、うまい。いや、うまいと言われるとものすごく恥ずかしくなる。シーボで言ってねえよ。
白坂。ちょっといかんな、引かれるなこれで。これが引かない、怖い。出張ってた。ここ立ってれば大丈夫だろうと思ってたけど。呼ばれた。火薬入れとくか。失敗してる。電波ないのかな。あるじゃないですか。ちょっと一瞬は使ったりしますけど。そうだよ、暑い。そうだよね、暑いかと思う。これ勢い的にはなんか火の音がそんなに大きくないような。もっといけんのかな。ええ、あのゴーっていけますよ。ここから来てますよ、だったら多いのが。いや、使うの15年ぶりとかなんですよ。おー、ほんとだ。結構うん、私のやつ使ってるやつが縁が小さいからかな。もっとでかい音がするんですよ。確か寒さには強いやつですかね。このガスも多分15分ぶりとかなんで。おお、よくぞ漏れずに。でも新品に見えますね。あ、そうだ、ついでにちょっとあの温かさのおこぼれをいただいてていいですか。溶けないよな。よいしょ。それはなんかあれでしたっけ、あの唐揚げですよね。そうそう、納豆じゃなくて唐揚げだなと思ったんですよ、それ見たとき。おにぎりが全く売り切れてるじゃないですか。でしたね。梅しか残ってなかった。うん、冷たい。ものすごく冷たい。でも全然硬くなってないんですね。おにぎりとかだとこんだけ寒いと米が硬いような。ケミカルマジックが、うん、本当に意外なほどごつりありますね。うん、とても車が止まってく、走ってくる道に見えないけどな。林道は車通れないより車止めつけといてくんないと、うん、でもそれだと我々も腕を振って通れなくなりますね、うん、自己責任、うん、あの矢口のとこなんかそうだよ、うん、多少あれが、うん、なんか登場しました。醤油丼
さんがたまにあそこ写真上げてるよね、うん、あそこ通ってるところカラサリンドですか、カラサリンド千元山リンドの方ですか、そうそうそう、あれあっちダメなんでしたっけ、あっちも今は閉まってますね、おお、かなりですよ、日によっては開いてるのかもしれない、カラサは閉まってます、カラサは完璧に閉めてますよね、1回だけ通ったランナーが走ってます、マラソンなの、え、唐沢ですか、唐沢、唐沢は意外と厳しいんですよね、2回ピークもある、うん、千元山林道はなんちゃってマウンテンバイクのアシスト車が電池切れて途中で歩いてたんですけど、どうですか、すごいデッドウェイかな、まあ1リットル全部入れたんでしたよね、まあ結構入ります、うん、いや1リットルもあれ半分ぐらいだったんで、あ、そうですか、音的にはなんか湧き始めてるこれ、まだまだあれか、泡がボロ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 って出てるぐらい、出てる感じ、うん、まあ開けてみても大丈夫だと思いますけど、まあ1 おう、トムみたいでしたよ、トム猫のトムみたいでした、ええ、あ、よく見たらこれ蓋って取っ手がついてないですね、あ、湧いてる、これこれ湧いてる、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 おお、完璧、じゃあローソン先に入れて、あ、いいですか、それが半端だとかなりやばいと思います、そうですねあーちみんな手袋しろよ、いやこれね、クッカーってね結構いろいろあってね、そのあ、大丈夫なタイプはあるな、あ、あるもん、やるやる、あ、すいません、じゃあこれで、そのこうわざわざいろんな研究を早く湧くとか、これ1000万で、ええ、1000万でもういいです、ありがとうございます、熱気が熱くならないよいしょうん、平ら面がないな、地べたに置くしかないか、研究してる人がいっぱいいるよ、面白いよ、結構インターネットのサイトでレビューしてる人を見てると、あのさ、いいね、どうでしょうっぽく砂糖、そうそうそう、砂糖、クリープ、コーヒー、コーですかね、砂糖、クリープ、コーヒー、コーヒー、あ、はいはい、あ、これも早くしないとあ、まあ、冷えちゃう登るんだいくらバイクでも日は暮れますよね、じゃあちょっとこれいただきます、ちょっとこうなんか芝生敷きのこうなんか丸太の電池が、もうこれに入れたし、はい、あ、まだこれ入ってるけど、言うて封が開いてないパンだから、あ、すいません、よいしょよいしょ、何やってるの、あ、車じゃないか、バイクか、めちゃくちゃ慌ててるなんか、あ、なんだか隠滅作業とかって感じで、やらかしたこれ砂糖途中止まってないような、よっしゃ、よし、ちょっとあの使っちゃいました、使っちゃいました、よいしょ、おっ、すいません、ふう、どっちだ、こうか、これいいのか、はあ、忙しい、
大丈夫だよ、取れるよ。何やってんだと。何やってんだあの人たちみたいな。道端で何やってんだ。ああ、あったかい。すごい暖かくなってます、ね。どうかあった。さて、じゃあチゲも。あれ、あれ。よいしょ、よいしょ、よし、よっ、これでよし。上流配信の方が手際がいい。慣れてる感じがある。慣れないことするよりは。今ね、このスープが冷えて固まってたんで、だから封をして。封を開けて、こうやって上にこうかざしても、うん、よし。トモさんと悲しそうな顔。いや、いや、いや、あれ別にそんな想定外じゃないですよ。想定外じゃないですよ。あみたいな声出してさて、ちょっとした夜中の定食で。そうそう、あのこうやって通り道とかは結構やばいんですよね。やらかす。やった。いただきます。上着に今も半額で買いました。シーズン警戒かなんかアウトレットかな。いや、アウトレットでもこんな苦にはならない。ならないから。もうんだよな、アウトレットって。アウトレットなんない。ほとんどない、うん。この時もなんか店の方で本当にそうだっけとかいう感じでした。いいかな。登ったら降りるしね。うん。国道なら間違いもないし。車の量は若干多くても明るいから国道の方。そうだね。これ国道だよ。国道ですよこれは。いやまあ立派な道だけど。車
線が2つもあるじゃないですか、うん、ネギ草峠に連なる、うん、あの時もなかなかの状況でしたね。いやー、あれはいいじゃん。ネギ草峠から下りがほぼ土砂降り、土砂降りでしたね。あの水没した時ですよね。水没しましたパニアないで水没。ストリッチもパニアバッグが中に湖ができるんですよ、うん、俺も一回体験してますからボルトリーバー本当に大丈夫だった。大丈夫です。屈伸運動しながら飯食ってるみたいだ。暖かかったです、はい、一瞬で冷えちゃう、はい、うどうしたどうした、じゃあライトつけていくか、なるほど峠で見ちゃいけない風景だな、こりゃこの夕暮れは。上から見ると静止感があるけど、下から見ると絶好感、うん、前には宮ヶ瀬湖から真っ暗の下りましたけど、うわか、上り返しも少しあったような
こっち側は違ったかな。まあ途中でまたなんか寒かったら温かいもん食って。もうあそこには自販機がある。うん。あの場所が。そう、峠越えてきた先で寒い思いした時の自販機はありがたいですよね。自販機だーって感じになりますからね。そうそう、前雨の中の三国峠とか越えて暗くなって降りてきた時もそうでした。安倍峠もそうだな。さてと、秩父35キロか、40キロないか。気持ちいいな、この下り。スピード出すぎずに、路面も滑らかだし。美しいけど、ああ日が暮れた、日没時間だ。30分だったかな、35分だったかな。
おお。なんで林道からまた車があんなにたくさん。ああ、こういうところの民宿もいいな。なんか全然ガタガタしないですよね。私もさっきなんかマイクに向かってつぶやいてました。なんか妙に気持ちがいいっていう。しかしこれからすぐ暗くなる。手伝いいいですか。手伝いましょうか。ちょっとですね、ええ、抜けるかどうか。ちょっと手伝ってきます。
お、そうだ。今日は本当にいろいろと。さすが第一世界大戦最強の武器シャブ。よし。体温まった。温まった。ですよね。違う、知恵がどんどん出てきます。で、どんどんも出てきますよね。すごいな、あの状態から解決できないと思ったのに。そうだよね。例えばここが目黒区だったらシャベルは絶対出てこない。よ。あれ。やっぱあれですよ。誰か助けるだろうなりますよ、ね。人がいっぱいいる。うん。ここだと人いないから。で。そうですね、今バイクがガードレールに挟まっているのをちらっと見えたと思うんですけど、あのハンドルのところは引っかかってガードレールをひん曲げなきゃ出ないような状態になってたんですけど、まあガードレール人力でそんな曲がらないんで、ってところに車の人がスコップ、あのシャベル持ってきてハンドルの横の方を掘って、でそっちのへこんだ方にシャトルをみんなで持ち上げてずらしたらなんとか通って引き上げることができました。勉強になったなぁ。でもバイクの人あれで走れるのかどうかわかんないですけどね。しかしバイク重いなぁ。 4,5 人で持ち上げてもあんなに重たいなんて。あれ、さっき人の方はなんで無事だったんですかね。人の方がなんで無事だったのか不思議なんですけど。ええ、あの車体がガードレールの向こうに飛び出すような状態で、ああそうですね。しかしあの崖に立って下から押し上げるのも危なそうでしたよね。結構減速してから無音でスポンって入ったのかもしれない。あと重さで。あ
あ、街灯がラップマークはついてないで、最後のところにスリップ音があったんで、ええ、よく見てますね。そう、あの止まりきれなくて、最後、うん、で、人間なんとか脱出してみたいな。あれがだから、コーナリング中に滑って転ぶんだと、怪我すると思う。ああ。曲がるとき、電車も傾けるじゃないですか。ええ。ああ、そうでもない、最後の出口のところで止まりきれなくてって感じ、うん、速度はそんなに出てなかったお、寒寒ずっと下ってるな。でも確かどっかに出っ張りがあったような気がするんだけどな、プロフィールマップで。あの最後の秩父手前のを除いて、
あんまり温まらなかったな。上に取れたらだいぶ高いな。今標高は418だから、もう標高差200残ってないんだ。でも距離はまだ20キロ以上あるはず。ああ、これは日が当たってたら良さそうな道だな。この 1.5 車線ぐらいしかなくて、片っぽ畑で片っぽ集落がまばらにある感じの。春とか綺麗だろうな、こういうところは。
やっぱり泣いてる。ブレーキの角度がうまくいってないな。ああまだ全然寒くないの、これだったらよかった。もっと、まあ、これから冷えるんだろうけど、もっともっと寒いかと思ってた。もうすぐ5時か。夕焼けとかそんな話じゃないですよ、もう。スピーカーどこだ？あれか。
こ微妙にドップラー効果。暗くなってきたな。月が出てる。全然寒くないですね。標高低いといいな。顔が寒い。あ、そうですか。私は若干今のスピードで熱があるのか、それほどでも取り目的には誰か前いた方が楽。そんなことない。いや特に大丈夫、ええ、今のところまだ。あ、でも暗くなるな。すぐに。いや気を使っただけ。ありがとうございます。手を示したんだけI'm
鳥目の私でもまだまだ見えるな。何の音だ。標高300切ったからもうほぼ標高差降り切ったな。あとは平地だ。平地とデコボコ。ワイショップだ。
の信号で引っかかった。長かったですね。よっ、峠からここまでノンストップだったっけ。よく覚えてないな。うん、おでんの匂いがした。焼き鳥って書いてあるのでおでんの匂いしましたね。お、セーブ音だ。裏山ダム、浦沢ダム、違う、滝沢ダムか。滝沢ダムはどういう風に繋がってんだろう。あ、両上からあれか、道の駅両上を抜けていくとこか。トイレとか大丈夫ですかね。トイレは、トイレはいいですか。大丈夫、僕は大丈夫。じゃあ行きますか。手が熱くなってきたな。はい。じゃあこの辺でやっと半分ってことか。あと20キロぐらいあるってことですかね。結構あるな。あ、ちょっとここで。この看板のとこからシールまで30キロ。ありましたよね。でも標高はもうほとんど使い終わりましたね。標高差はほとんど使い終わったんで、あ、ちょっと先行ってください。グローブ、グローブ。あ、すみません。あと暑くなってきました。暑いまではいかないですけど、まだ顔寒いです。私はもう体が発熱してます。あ、本当だ。あ、じゃあすみません、ついでに脱いでいいですか。そうですね。私は今のスピードですでに体が少し熱くなって今晩飯とか2人は行っちゃった方がいい。あ、いい。駅着いたら、あ、車か。見たことあったら、実際トイレ行けるわけじゃなくて。あ、車は、さっきのとこから、向こう行けますよね。さっきのあの、両上って書いてあったあっちの方に向かえば。自走で行くの。どうだろう。やっぱあれでしょ、第一候補はさっき言った自転車止めて、電車で車取り行く。第一候補はまあ、うん、ただあの、ほ、とりあえず西部秩父っていうかお花畑っていうか行っちゃっての方がいいんですかね、うん、で時間によっては飯食う日もあれば4人で飯食う。なるほど。
よし。一応ルートラボはここのわらじかつか西武秩父の豚味噌丼かどっちかかなと。あ、豚味噌って今の時間食えるんですかね。前ダメだったんですよ。あのお店はやってないんですけど、もう一軒はルートラボには入れといて。おー、ちょっと行っても、数百メートルですか。ああ。よいしょ。すいません、本当にコンビニの時はいろいろと便利だったのにお待たせしました。うん、なんか日が暮れたらもっとものすごく寒くなるかと思ったら、うん、あの気温、なんだろう、標高降りてきてるのと気温が下がってるので、うん、なんかあれちょうど相殺されるというか、さっきよりもだいぶ暖かいですよね。出損ねた、うん、出られない。涼しいというか寒くない。あと秩父まで15キロか。1時間だな。このペースで行けたら。
後ろの LED ライト明るいな。これ Z さんだなきっと。
これがですね、30秒です。はい。11キロ。あ、まだ登ってた。一瞬で終わる登りかと思ったら、これ最後の登り返しじゃないですよね。
間違えた。すいません、最初ダッシュした時にはすぐ終わる丘だと思ってました。地図見たら全然違う。入った。でも秩父市広いからな。あれ、このルートでいいんでしたっけ？ここであれですよね。どっち行くかの分岐ですかね。今日は国道ベタでいいですね。はい。国道ベタでいいです。ここから向こうに行ったら登る方ですね。水パークを。まあ。あの山登るの嫌なの。じゃあ行きますか。よいしょ。
いちご直売、このとこにいちごを作ってるのか。何のライトアップだあれ。また NHK だ。 NHK の中継車が。さっきのあのバイクの人じゃないよな。
さあ、もうそろそろ折り返しですね。あ、やっぱあのオレンジと白のそうですか。かすかになんかあのサインされたような気がしたんですけど、まさかなと思って。17時40分。じゃあ走れたんですね、あの後。走れたんですねって目の前走っていたけど。Thank you.
夜景が見える秩父の街ですね。ニューテル六本木、ニューテル、ニューホテルか。あ、わかりました。秩父鉄道の秩父駅ですね。物産館のある方、物産館があると物産館の中に秩父駅がちょっとある方。
考えてみたら私は秩父駅に入ったことがない。あ、いや、ここないですよ。秩父鉄道に乗ったら、しかも秩父駅じゃ降りないですからね。今考えるとちょっと不思議な感じがする。散々来てるのに。あ、そうか、さっきコーヒー飲んだだけですよね、Z さんは。あ、まあ、おにぎり食べたりしましたけど。あ、そうか。あんまり。いや、でも多分食えます。16時に食ったわけだから、まあ2時間と2時間か。こう都合か。
もうすぐ秩父駅だな。お、そろそろメディア切れの。あの青管左。もう秩父駅で切ってしまえばちょうどいいな。今車が出てきたところですね。なんとか6時に着いたな。初めて前秩父来た時には確かここら辺の定食屋で夕ご飯食べて、あ、NHK のあの車だ。で、パッキングしていざ乗ろうと思ったら西武秩父駅じゃないことにその時気がついたっていうこともあったな。あ、これだったかな、飯食った食堂は。確かこんな感じの食堂だった。秩父鉄の秩父駅に到着。いや、一旦到着。一旦到着。よし。と。よし。と。一旦お疲れさんです。じゃあ GoPro 一旦ここで止めます。この後飯食うか直で帰るかこれから考えるので、それでは。